今の自民党の若手何か、働き方がぶっ壊されたり、外国から大量に外国人が、外国の労働者を呼び込めるようになったり、TPP に賛成したりとか、この国をぶっ壊されることを次々に賛成し続けてるんですよ。理由は何？自分のキャリア潰したくないから。ここで総理がやってることに反対するなんて言ったら、次自分に目がないから。そんな人間に、この国救えるかよって思うんですよ。ガチで喧嘩する気力もないのに、気概もないのに、どうして政治の場に来たんだよって話なんですよ。この国の状況はっきり分かってるんだよって。壊れていくしかないんですよ。みんな壊れてるじゃないですか。政治なんて政治のプロに任せとけばいいなんて大間違い。政治のプロに任せ続けて、一体どんな世の中になった？どんな生活になった？政治家としては未熟かもしれない。荒削りかもしれない。そんな山本太郎だけど、本気でやりたいんですよ。本気で怒ってんですよ。本気でやりたいんですよ。東京都で調べがあった。ネットカフェ難民、そのうち4人に1人、家がない人たちだった。家がない人がネットカフェに住むって。その4人に1人、家がない、ネットカフェを家にしてる人たち、そのうちの7割は非正規労働者ですよ。なんでこんな世の中になんねん。みんなが政治諦めて、政治を諦めない人たちがこの国をコントロールしてきたんだろって。コントロールしてきたの誰？政治を最後まで諦めずに自分たちの議員を送り続けた人たちは誰って言ったら、企業側だよって。3割ですよ。3割の全有権者の3割の票を集めるだけで、企業側が最大限得するようなことを全部決めていかれるんだって。政治に関心を持てない、関心を持たないことによって自分で自分の首を絞め続けてたんですよ。こんな地獄みたいな世の中になってるって私何も知らなかった。16歳の時から芸能界、そっから一回も経済的にこけたことないんですよ。失敗したことないんですよ。安定してたんですよ。でも自分の周りはどうだったかって、ロストジェネレーションですよ。知らなかった。大学出たらいい会社入れるって、それで安泰の人生だって言われてたような世代ですよ。でも社会出たら違うかった。何が起こったかって、97年に消費税 5% に上げた途端、日本の経済傾いたでしょって。世界の通貨危機起こったでしょって。それでどうなったかったら、次の年から20年以上のデフレを本格的に始める年になったんですよ。でみんな就職できないって、就職できなくなってどうなったかって、初めて就いた職が非正規アルバイト。そっからいつ正規になれるんですか。いつ正規になれるんですか。景気が持ち直して非正規になれるのは新卒でしょ。そんな地獄みたいな思いしてきた世代が今も苦しんでんだってことに気づいたのは、僕は大人になってからなんですよ。悔しいわ。あの人にも分かってほしいんですよ。申し訳ないけどね、あの人だって裕福な人じゃないでしょ。どう見ても決して裕福じゃない人たちが裕福じゃない者同士で石投げ合ってどうするんですか。分断に加わってどうするんですか。結局見過ごされるのはそれを決めた政治や大企業じゃないですか。政治で変えられるんだよってことですよ。芸能人だった、でも今芸能人じゃない。芸能界に戻れるなんて思ってない。竹中平蔵ろくでもないとか、経団連がどうしたとか言ってるような人間が、散々言ってきた人間が、東電を潰せ国有化だとか、原発を全部国有化してしまえとかって言ってる人間を芸能界に戻してもらえるような甘い世界かってことですよ。ありえない。じゃあ変えるまでやるしかないじゃないか。変えるっていう希望を見せてくれる皆さんがいる限り続けるしかないでしょって。変えたいんだよ。こんな嫌な社会にしてたくないんだよ。ここで何度も言うように、遺書を書きますとも言ってますが、私病院に月に1回通ってます。大鳥の吉田クリニックっていう診療内科のドクターに診てもらってます。ですから、いろんな客観的な状況を見てもらって、私が自殺するような状況でないということは、とにかくいろんなところに、
形跡を残していってますので、とにかく私が殺された時には皆さんが私が絶対に自殺じゃないんだということを声を上げてください。本当これが命がけの行動であると、本当怖いですよ。なんて言うんですかね、やっぱり僕だって生きたいし、もっと楽しいこともしたいですよ。それはね、そんなもんですわ。そやけどね、やらなあかんって気持ちは強いんですよ。楽にね、何も楽にパチンコでね、年間1000万円以上儲かるんだったらね、パチンコしてたらええやんって言われるんでしょうけど、無理なんですよ。正義感とか使命感が突き上げるんですよ、僕のこの行動をね。だから怖いですけど、怖がってても世の中変わらないんで、これからもやっていきます。ちょっと情けないですけどね、これはちなみに流すのも情けないですけど、決して強くないですよ。よく勇気あるって言われますけど、勇気なんかないですわ。怖いです。でもやらなしゃあない。それが受信料から給料もらった僕の役目だからです。今はもらってないですけどね、19年4ヶ月国民の皆さんから受信料をもらって、僕給料もらってきましたから、返させてもらいたいと思います。ちょっとこんな、なんか情けない終わり方で本当申し訳ないんですけど、これからもよろしくお願いします。国会で NHK をぶっ飛ばすってやりたいんですよ。皆さんも見たいでしょ、見たいでしょ。国会で NHK の会社に向かって冒頭質問する前に NHK をぶっ飛ばすってやるんですよ。だから皆さんが今度国会を見るようになるでしょ、国会中継を見るようになるんですよ、 YouTube で。おもろいから。そしたら国会議員さん、この国の官僚がいかにデタラメで嘘つきなのか分かってくるんですよ。そうなるともう一撃ですよ。あとはネットで真実を発信する政治家がしっかりと評価される。そうするとこれまで庶民を騙してたそういう政治家や官僚がもう勝てない。これからね、僕ネットの時代で必ず変えていけると思っています。特にね、堺市、今堺の市長選挙です。堺って鉄工場があるんです。鉄工場、鉄工をね、大量生産した町です。織田信長が武田の騎馬隊に向けて鉄砲を三段構えにして戦国の戦の方法を変えたんです。それまで馬に乗って刀で戦してた、それをね、鉄砲に変えていったんです。その鉄砲を大量生産した町が堺市です。これからね、選挙のやり方も変えていきますよ。で、テレビや新聞、ポスターとかチラシとかそういう媒体じゃなくて、 YouTube や YouTube や SNS ですね、これを使って市民、国民、有権者に直接伝えていくんです。そうするとね、お金がかからないのと、何よりもデマがないです。デマ、本人が直接伝えてるんです。マスコミによって変えれないから、この2週間この、ね、生まれ育った堺、特にね、さっきね、僕ずっと心の病で苦しんでたんですよ。 NHK に内部告発してね、で東京で内部告発したんですけど、まあ心の病で何度も自殺しようと思ったところで、家賃も払えなかったんで東京の家引き上げて堺の実家に帰ってきてね、母親と、もう70の母親とね、二人暮らししました。僕がそうやって自殺を考えた人間がゆっくり休んでエネルギーをためたら爆発できるっていうことを皆さんに知ってもらえたら、すごいありがたい、嬉しいなと思ってますし、本当にもう本当にね人が聞いてくれたら嬉しいですよ。人が立ち止まって話を聞いてくれるって喜びすごいんですよ。こんな
政治の話なんか聞いても知らないでしょ。でも聞いてくれる人がおったらやるやるやる。何を見たかっていうとね、 N 国党です。で、すごいと思った。立花隆、完全に時代を変えてるよね。僕の仕事は政治じゃない、炎上を作ることである。何せ炎上させればさせるほど N 国党のキャッシュは回り、そしてたくさんの議席を獲得でき、目的を達成することができるからだと言い切ってます。だから僕の役割は炎上であって政治ではない。政治はもっと賢い僕の部下がやってるからだ。役割が違うってはっきり言ってます。で、立花さんは考えたんですよ。堀江も出て、で、選挙で勝って、一日で辞めて、そしてあなたの思いを実現できるあなたの部下を政治やらせてあげてください。そうすれば日本の政治は変わります。で、堀江もがこれを聞いて、革命ですね。今も立花さんははっきり明言されています。政治と選挙の分離って言った。これ革命じゃない。こんな過激で、こんな不届き千万な匂いがする、でも新しい日本を一気に作り変える革命的なアイデアを生み出せる人って今彼しかいないんじゃない。立花さんしか。俺もうリスペクト半端ないもん。今フードスピーチ問題、まあ、君たちの大好きなね、橋本市長が来てね、ああだこうだって言うんでしょうけどね、問題なのはね、君たちがね、本来の朝鮮人問題をね、外に出さないことが問題なんだよ。ある日突然ね、在日韓国人朝鮮人にね、ギャ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 誰か騒いでるわけでもなんでもないんですよ。理由があって騒ぐんですよ。そうだろ、朝日新聞だってそうじゃないかよ。誰もね、理由なく朝日新聞叩いてるわけじゃないんだ。そうだろ、君たちが慰安婦問題ででたらめ流して、で、日本人の名誉を傷つけたからみんな怒って声を上げてんだろ。そうだろ、ワイワイ事件だってそうだぞ。日本人を変態扱いするから怒って声を上げてるんだよ。理由があるからね、理由があるから声を上げてるんですよ。理由なく声を上げるのはね、それは気違いですよ。ただのね、我々はきちんと理由があって、その上で声を上げてる。それをあなたたちが理由を一つもね出さない。いや、それどころじゃない、あなたたちね、変更報道するだろ。それが NHK じゃないかよ。この間ね、あのこれから来る橋本市長が、あんたあの記者会見やった時なんて言ったよ、 NHK に。ヘイトスピーチは、在日韓国人朝鮮人のヘイトスピーチは許さないって言ったでしょ。その後なんて言った、この人。その後に日本人へのヘイトスピーチも許さないって言ったよね。なんで切ったよ、そこ。なんで切ったか、理由を答えなさい。君たちも私の写真じゃなくてこれ撮れよ。そうだ、 NHK 撮れよ。いや、なんで切ったの、そこ。何かいけなかったの。日本人へのヘイトスピーチ許さないって言った彼の発言、何がいけなかったの、教えてもらえれば。君 NHK としてはここにないの、遊びに来てんの。君コスプレ、それ仕事で来てんでしょ。いや、答える義務あるんだよ。
特に NHK の場合は公共放送といって我々国民から金むしり取ってるでしょ。教えていただけます、なぜ一番肝心の日本人へのヘイトスピーチを許さないといった発言は何で切ったんですか。 NHK を代表して堂々と言いなさいよ。日本人は嫌いだからだろうよ。はい、じゃあ戻ります。在日特権を許さない市民の会、桜井会長と、橋本大阪市長の意見交換を始めます。それでは橋本さん、よろしくお願いいたします。じゃあ先に言ってもらったらいいんじゃないですか。あ、そうですか、まずね、いろいろと言いたいこともあるんですけれども、ヘイトスピーチについてお伺いできます。いや、僕の意見を聞くんじゃなくて。いや、あんたが言い出したことだろ。あんたじゃねえだろ。お前でいいのか。じゃあ、あのね、まずあなたがヘイトスピーチうんぬんって言い出したことからしたでしょ。大阪でもうそういう発言やめろって言ってんだよ。いや、どういう発言なのかって聞いてんだよ。民族とか国籍を一括りにしてな、うん、評価をするようなそういう発言やめろって言ってんだ。朝鮮人を批判するってことがいけないってあなたは言ってるわけ。お前な、お前って言うなよ。うるせえ、お前、うるせえ。ちょっと待って、お前なんだよそれは。なんだよお前、なんだよお前、お前それでも男かよ。こうやって守れなくてさ、座れ。お前だろうよ。お前勘違いすんなよ。お前そちらこそね、勘違いしないでもらえるか。お前な、お前勘違いすんなよ。君は公僕だろ。公僕はなんだよ。公のしもべであってね。お前みたいな許せねえって言ってんだよ。だったらやってみろよ。男だったら一対一で。なんだよ後ろのこの警備は。人に命守ってもらわなきゃ何もできないんだったら最初から言うなよ。大阪でお前な、そういう発言やめろ。どういう発言なんだって聞いて答えられないだろ君。お前国会議員に言え。は？お前の主張は国会議員に言えって。あんたの友達の国会議員に言ってるよ。お言えよ。お言ってるよ。どんどん言えよ。うん。でそれで終わりじゃないか話は。参政権を持ってないな。うん。お前在日韓国人の人に言ってもしょうがねえだろ。その参政権を求めてるだろ彼は。強いものに言えよ。言ってるだろうよ。もっと弱い者いじめばっかりするんじゃなくて。じゃあ一体どういう弱い者いじめしたか教えてくれるか。国会議員に言え、政府に言え、東京に行ってこい。で統一地方選挙あんだろ。じゃああんたなんで呼んだんだよ人を。統一地方選挙あんだろ、立候補しろよ。君ね、なんで私を呼んだんだ。そしたらお前がな、記者会見のあんたの発言全部ここに抜き出してるけど最初にお前が呼んでるだろうよ。選挙やって訴えろよ。もうそれでいつも逃げてるだろ。くだらない、そんな政治団体が何か知らねえけどな、うん、そんなしょうもないことやるんじゃなくて今度の統一地方選挙でお前訴えたらいいじゃないか。私は政治に興味ないんでね。君たち若者がいい加減選挙に行かないからこんなことになってるんです。君たち若者が選挙に行かないから政治家は常にね、じいさんばあさんに目を向けてるじゃないですか。じいさんばあさんの言うこと以外聞かないじゃないですか。この国終わりますよ。たとえ一つでもいい、一つでもいいから若い人たちのためのこの政党があるべきだと私は考え、日本第一党を結党いたしました。こういった売国政党を選んだのは君たち自身なんです。私は一票入れていない、そんな政党に入れていないという人間もです。民主主義国家においては自分がたとえ一票そいつに入れていなくても責任を持たなきゃならないんですよ。そうした場合に君たちの行き場がなくなるんです。君たち一人一人の行き場がなくなる。だからこそ日本第一党というその選択肢を私は作りました。まだ間に合うんですよ。日本第一党をあなたたちの選択肢に日本第一党を入れてくれればまだ間に合うかもしれません。本気で君たちに訴えてる言葉は耳に痛いと思う。あるいはね、激しすぎると思う。でもね、君たちの胸に突き刺さらない言葉なんてのはこれっぽっちも現実味のない言葉なんです。